何これ？これゲルザブじゃないの？ゲルザブだよ。お、ラッキー。急遽ですね、ツーリングの準備を、しなきゃならなくなりました。シートバッグをね、ちょっと、収納が、もうちょっとプラスしたいんでつけたいんですけど、これ川崎の Z1000 につけてたシートバッグなんですけど、まあ、これともう一つね、前にトリッカーで使ってたシートバッグがあるんですけど、もうどっちがいいですかね。形的にはこっちの方が合うんですけど、合いそうな気がするんですけどね。まあでもちょっとね、 Z1000 のこう形見を乗せたい気はありますからね。まあこっちを乗せてみましょうかね。またちょっとね、気になったら変えましょうか。はい、じゃあちょっとこれで行ってみましょう。XR のですね、タンデムシートはタイヤの下に、ボルトがありますので、それを、緩めてもらえばですね、ポコンと外れるように、なってます。この下にはですね、 ETC が今入ってるはずなんですけどね、ちょっと外してみたいと思います。これですね。久しぶりですね、こう夜。前はね、いつも夜カスタムしてたんですけどね。はい、これ ETC ですね。もう怪しまれながらね、やってました。じゃあね、これに、このリアシートにこいつをつけていきたいと思います。まあ、基本ね、もうゴムで、ゴムベルトで固定していくだけなんで、長さだけね、調節を、して、はめていっちゃいます。ちょっとね、こう、にっていう、字で止めるにはですね、ちょっとね、これ、タンデムシートが短いんで、これ、やっぱりもう一つの方にね、今度また変えた方がいいかわからないですね。ちょっと外れるかもしれないですよね、これ。ちょっと怖いな。はい、じゃあ、固定をしていきます。まあ、固定は、先ほどと順序は反対で、ボルトで止めていくだけですので、はい。これで止めていきます。はい、こんなもんですかね。まあ、とりあえずちょっと外れる感じはないので、まあ、これでいきたいと思います。はい。OK ですね。まあ、なぜこんなに急にですね、夜にやってるかというとですね、急遽ですね、明日、もともとちょっと予定はしてなかったんですけど、まあ、やっぱり納車してですね、嬉しくて仕方がないんでしょうね。ちょっとね、ロングつっても400キロ、前後の、ツーリングに行きたいと思いますので、まあ夜ですね、前日どうしても、ちょっとツーリング準備を、したいと思いまして、夜中にやってます。それからソニーのね、Z1000 につけてた、ミラークランプがどうしてもこれハーレー形状が違うんでつかないんですよ。で、ソニーのマウント、がつかないので、とりあえず手持ちのマウントでですね、つきそうなのはこれだけなので、ちょっと今回はこれをつけます。はい、ちょっとね、どうしてもつける場所が限られてくるので、もしかするとウィンドシールドがですね、映り込んでしまう可能性は、捨てきれないですけどね。ここしかつける場所がないので、まあ、今回はここに固定していきたいと、はい、思います。まあ、ここに、まあ、この形式のですね、マウントをつけると、まあ、ソニーのマウントと違って首を、上下に振りませんから、360度映像が撮れないんですよね。はい、かといってソニーのマウントをつけてしまうと、ここだと斜めにどうしてもなってしまう、ことからですね、ソニーのマウントは斜めに首を振りませんので、どうしても取り付けが斜めになってしまうということになりますから、ちょっとそれはまずかろうと、いうことでですね、今回はこれを、臨時につけていきたいと思います。まあ、今後の課題としてですね、360度撮影をするためのマウントを、どうにかして、つけていきたいなと思いますので、まあ、そこはですね、まあ、後日の、課題と、いうことに、していきたいと思います。はいはい、こんな感じですね。だいたい出来上がりましたですね。
このケースもね、あの初めからついてた純正の、テールバッグなんですけど、うん、いい感じですね。あれ？これなんだろう？え？何これ？え？これゲルザブじゃないの？え？ゲルザブだよ。お、ラッキー！マジか。前のオーナーさん残しといてくれたの。うわぁ、嬉しい。これちょっと、早速、つけたいと思います。よいしょ。まあ、マジックテープで固定するだけなんで、サイズもぴったりですね。おぉ、うわぁ、嬉しい。これ結構買うと高いですよね。わぁ、すいません、あの、前のオーナーさん、青森の、八戸で、XR、1200をお乗りになってたオーナーさん、本当に、感謝しております。本当にありがとうございます。大事に使います。はい、よいしょ。はい、これでとりあえずいいですかね。はい、まあ、バッチリですね。まあ、あのギルザブの、ね、効果も当然ながらこれシートの保護にもなると思うんで、まあ、これちょっとつけとこうかな。はい、ああ嬉しいですね。ちょっとまたがってみましょうか。あ、なんかこうちょっと柔らかくなりましたね、シートが。もともとね、 XR の、シート硬いんでね。うん、あ、これいいですね。いい感じです。もうないよね。うん、ん？なんだこれ。あ？あ、これスロットルロッカーじゃないですか。これも、これ、あ、この方バイク降りたのかな？これって汎用ですもんね。わあ、嬉しい。これももらえるんだ。ありが、嬉しい。まあ、早速、付けさせていただきますね。はい。ツーリングにはね、これ嬉しいですよね。ん？こっちになんか入ってないですかね。こっちもちょっと見てみましょうか。なんかだんだん浅ましくなってきましたね。はい。あ、なんだこれ。あ、これはなんかあれですね。あ、ちょっと欲をかいてしまいました。すいませんでした。本当にあの全オーナーさん、ありがとうございました。それでは準備整いましたんでね、行っていきたいと思います。